成田花火大会員、インバヌマとは、千葉県成田市西部のインバヌマ湖畔北部で開催されている花火大会である。毎年10月中旬に開催されている。2006年に成田市とその周辺の市町村合併記念として第1回が開催。翌2007年にも第2回が開催された。第2回のイベント題名は、成田花火大会員、インバヌマセカンド。 第14回のそれは、令和元年成田花火大会員、インバヌマまであった。2008年の開催は10月18日であった。2009年は10月17日に、2010年は10月16日に開催された。2011年以降も毎年実施されている。2015年の開催で10回目を迎える。2010年度のグッドデザイン賞も受賞した。 約5000発の花火が打ち上げられる。最大の見どころは2尺玉が打ち上げられる場面で花火大会の目玉となっている。2尺玉カビの直径は約60センチメートルである。打ち上げ時間は19時より20時30分である。模擬店出店は16時より21時までとなっている。花火大会当日には成田市役所玄関前に 花火大会で使用される花火のごく一部が公開されている。JR 東日本成田線成田駅及び、京成電鉄成田スカイアクセス成田湯川駅より、会場までの臨時直通バス。成田花火大会員、インバルマセカンドより、花火大会に関連した写真コンテストを開催する様になった。ありがとうございます。